平成28年7月28日、熊本地震で楼門などが被災した阿蘇市の阿蘇神社で、お田植え神幸式が行われ、およそ200人の神幸行列が阿蘇神社周辺を練り歩きました。まず、阿蘇神社で神事が行われ、その後、道案内役の猿田彦を先頭に、この日だけ開かれる御幸門を通って阿蘇神社を出発します。神々の食事を運ぶ白装束の14人のうなり、そして4基の神輿には12神が移り、神々が田植え後の青田を、稲の生育ぶりを見て回ります。途中に立ち寄る2箇所のオカリアでは、お田植え式が行われ、田歌が奉納されると、見物客らが神輿の屋根めがけて苗を投げ入れます。神輿の屋根に苗が多く乗るほど、その年は豊作とされ、落ちた苗は拾って田に植えると虫がつかないと言われています。このお田植え神幸式は御田祭りと呼ばれ、春の田作り祭、秋の田のみ祭と合わせて三大祭りに数えられる阿蘇神社最大の祭りで、一連の農耕祭事は国の重要無形民俗文化財に指定されています。今年は熊本地震の影響で開催が危ぶまれましたが、伝統を絶やしてはならないと氏子や地域の人たちの思いで例年通り御田祭りが行われ、多くのカメラマンも訪れて幻想的な風景に盛んにシャッターを切っていました。